はいどうも、山ちゃんです。今回はドラゴンズドグマ2の金策について効率のいいやり方の紹介と、あと竜の鼓動の増殖法、アイテム増殖法といろいろとね紹介していきます。まずは金策なんですけど、まあこまめにこのアイテム、こういう調合した後、調合でこう薬を作ると高く売れるんですよ。こんな感じで。あと鎖掛けの肉が高い。あとは、これですね。ジャスパー。バダル地方では希少性が高い。ベルムント地方では希少性が高い。だからベルムント地方でこれを売ると希少性が高いってことで高値で売れるんですよね。これもそうです。バダル地方では希少性が高いと。アビリティでこの千金をつけとくと、金銭袋を入手した際、ゴールド獲得量が上昇する。これはね、魔剣士で覚えるんですよね、千金が。なのでこれもね、つけとくといいですね。で、魔剣士は以前出した動画でね、魔剣士と幻術師の入手の方法をね、出してるんでよかったら見てください。そして次がアイテムの増殖法ですね。まずは竜の鼓動のね増殖法ですね。竜の鼓動はなかなかね復活ができるんでおすすめです。 NPC も蘇生できるしで、レベル1にして、でクエストの知識なしで、こうするとこれで検索かけるとこう出てくるんですよね。ミッション NPC が失敗してね、蘇生もできるからこれがいいんですよね。で会話とかすると、この報酬竜の鼓動のかけらでポーンクエスト一昼夜冒険を共にするって書いてあるんですよ。なのでこれがおすすめです。これをもうバツ連打でバーって雇用していく、雇う。でこのキャラも解雇するが、このスティックを倒さなければもう左側に古いポーンが出てくるんで、そのままバツ連打で雇用できますね。これで2体雇用したよってなったら、まあ出てもらって、このベンチ、この町はベルムント、2つ目の町なんですけど、でここでベンチで目を閉じるを4回か5回やりましょう。一昼夜なんで、あ、当たった。これでクリア。竜のかけら、竜の鼓動のかけらゲット。間違えてもう一回押しちゃったけど、でこんな形でね簡単に竜の鼓動のかけらが手に入ることができるんですよ。でこのやり方は結構おすすめです。またね、ベルンワース、ここでね、やるんですけど、ここがね、ベンチが近くてやりやすいんですよね。で、次は、金策ですね。手っ取り早くお金を稼ぎたい。そんなあなたにおすすめ。条件を指定して、で予想最大コスト、まあ、多くても、100リムぐらいかな。自分のレベルに近い、レベル帯、にしましょう。なるべく31ぐらいで、使いたい欲しいジョブの人をこう選んで、クエスト知識はなしにしましょう。なしで、でこれで検索。そうするとね、ちょっと待ってもらって、 R1、L1、R1、まあ PS 版なんですけど、でこれでポーンクエストありのキャラを見ましょう。あ、これ。これですね。王が1体を討伐。これで1万報酬。これ、美味しいですね。でこういうね、お金を持ってるポーン、お金を稼げるポーンをこう使いましょう。で、解雇する。はい、ありがとう。で、めぼしいポンがなかったら、一回ね、もう一回検索し直しましょ28から31で空想知識なしで検索なので、皆さんもねポーンクエストありにしとかないとこう選ばれない可能性もあるんで。サイクロプス1体5000、これだな。で解雇する。ありがとね。おやって。でこれはグッドで。では雑用はあなた。特に情報はありませんね。もう一回話すとこうお気に入り登録もできるんですよね。ここでしときましょう、お気に入り。でこのポーンを探すで、このお気に入り登録したポーンだったり、このフレンドポーン、過去に雇ったポーン、フレンド登録、お気に入り登録したかったポーンはね、こうやって過去に雇ったポーンで調べることもできるんで。でこのやり方で、あとはサイクロプスを狩りに行く、オーガを狩りに行くだけですね。移動してもらってこの牛舎を待つ。ここですね。なんでここがいいかというと、サイクロプスがここに出るんですよ。ここ、この辺、この柱のね、この途中に7日間経ったら出るんで、なのでここがいいです。牛舎を待つ。これをね7回やればいいですね。もう連続で。で7日間ちょっと経ってしまうんで、持ってるね所持品が腐ったりもするんですよ。ああ、こういう腐ったガライモ、これこういうのがね注意がいりますね。あとはクエストのこの砂時計マークがついてるミッションがねたまにあるんですよね。なのでそういうミッションは失敗になったりするので、それも注意が必要です。でそれを確認した上でこの時間スキップをやりましょう。勇者松永押し。はい、これで7日間経ったと。じゃあダッシュで行こう。で荷物も軽くしとくとこの移動もね早いんですよね。であとシーフはなんかこの技が早い気がする。これが多分早いと思います。スタミナも一定量しか使わないし。一つ信玄を回復できる仲間がいない。でこの柱沿いにサイクロプスがいるんで、たまにねいない時もあるんで、ちょっとそこがね注意ですね。もうたまにいない時はもうなんだろう、金策やめましょう。その時はもう出てこなかったり、なんかミッションちょっと間挟んだ方がいいです。でこの辺にいるん、あ、いたいた、やっぱいたわ。でこいつを倒せば約1万簡単に手に入ることができると。でここはちょっとスキップして、でこうやってね簡単に倒して、あちょっとサイクロプスがね倒せない人はある程度レベル上げてもらって、体とね効率が良くなりますね、もっと。でこれでほらポーンクエスト達成ってなって、こんだけで約1万とかこう2万とかね手に入ることができると。なのでこれの繰り返しもなかなかねおすすめですね。まあわざわざね周回するっていうより、ストーリー進めながらね懸賞金っていうかポーンクエストがお金がかかってるポーンを雇っていけば、お金も稼ぎながら狩りもできるし、ストーリーも進めれるんで効率いいと思います。っていうやり方ですね。そして最後に自分もこうね、自分のポーンもポーンクエストをつけときましょう。サイクロプスかな、よく使ってもらえるのは。でお金がねかかってないとやっぱ使われにくくなったりもするんですよ。皆さんね、だんだんもう目が慣れてきて、自分グリフィンとかやってたんですけど、グリフィン倒してくれる人も全然少なかったんで。で、これでアイテムくれた。2人とも同じアイテムくれたんだけど。で、ここで他プレイヤーへのポーンクエスト。で、サイクロプススレイヤーが一番上にあるってことは、やっぱ一番上で選ばれやすい。オーガスレイヤーでもいいけど、サイクロプスはやっぱ固定でいるんで、分かってる人はね、これを選んでね、多分やるんで、で、他プレイヤーへの報酬もゴールドを選んであげたりとか。ですね、自分がこうやるってことは、他の人もやるってことなんで、で、ゴールドで、いくらかけようかな。まあ、1万はちょっと高いから、まあ、7000円ぐらいかけようかな。自分のポン使ったらこれお金入ります。ぜひ使ってください。でね、このポンのお金もかけとけば、使ってくれたらリムももらえるんで、一石二鳥なんですよ。どっちもウィンウィンで。てな形でね、金作紹介となりました、今回は。では、高評価とね、チャンネル登録もぜひお願いします。じゃあ、お疲れ様でした。ではまた。よく眠れましたか？